皆さんこんにちは、ワンダリグルピーチです。では今回は、ギレンデモジオン独立戦争記ジオン軍編、続きをプレイしていきたいと思います。前回までに序章編をクリアしていますので、今回からはいよいよジオン公国編の本編のプレイをしていきたいと思います。では早速始めていきましょう。宇宙世紀0079、3月1日。南極における条約交渉の失敗から1ヶ月余り経ったこの日、ジオン公国は地球に対する降下作戦を開始しようとしていた。地球侵攻作戦は順調です。月面からのマスドライバーによる攻撃で地上の対空防衛網は完全に無力化しました。大した自信だな。だが連邦は侮れんぞ。私は事実を申し上げているだけです。兄貴、ソロモンから発信した部隊が降下ポイントに到着した。合図があり次第部隊を降下させる。資源採掘部隊も準備完了しました。地球方面軍も編成終了しています。各部隊準備完了したようです。ご決断を。よかろう。ただし失敗は許されんぞ。ドズル、聞いての通りだ。作戦を開始しろ。了解した。地上でふんぞり返っている連邦軍にジオンの恐ろしさを思い知らせてやるわ。ついに始まりました。レビルの脱走は予想外でしたが、本当の戦いはこれからです。ドズルもキシリアもうまくやってくれて。期待はしておる。だが何か、ジオン公国はザビ家だけのものではない。わしがジオンに攻勢を敷いたのは、大君のやり方では地球連邦に宇宙移民者の国家を認めさせることができないと感じたからだ。おっしゃる意味が分かりませんか、父上。この戦いは国民が望んだもの。私の独断で始めたわけではありません。今さら止めることなどできません。はい、ではここから実際に地球降下作戦を始めていきたいと思います。まず第一目標として設定されているのがオデッサ。ここは鉱山基地になっているので、ここでね、しっかり資源を採掘しようという作戦になっているんだと思います。では地球降下ルートを確保してオデッサ上空から突入をしていきたいと思います。では今現在ですね、オデッサの上空には第8軍団ユーリの部隊、そして第10軍団マクベの部隊がすでに待機している状態なので、これを早速突入させていきたいと思います。まあ、作戦自体は任意のタイミングで発動することができるんですが、今回はもうターン1で発動して即座に2つの軍団をオデッサの上空から突入させていきます。で、第2次作戦に備えてですね、ソロモンからはドズルの部隊をですね、北米上空へと移動させていきたいと思います。これによって今現在北米上空に待機している2つの軍団にドズルの軍団を合わせてですね、最大で3つの軍団で北米大陸を攻略できるように準備をしておきたいと思います。で、ドズルの軍団に関してはですね、まあ、現状で言うと突入するための編成になっていないというのがありまして、具体的にはですね、無彩級が2隻入っているので、小無彩の中にモビルスーツを1ユニットだけ搭載して突入させるという戦いになってしまうので、ここはですね、貴重な資源にはなりますが、 HLV を、まあ、1機ほど生産して、それを使って突入を行うということもね、考えておきたいと思いますので、資源800使いますが HLV を1つ作ります。1ターンで生産完了しますので、次のターンでドズルの軍団に配備するというのを考えておきましょう。では今回突入するユーリとマクベの軍団の編成の中身確認していきます。
まず有利の軍団ですね。ザクスの C 型 A 装備、まあ、これはいわゆるザクマシンガンというものですね。これに有利が乗っていて、あとはどうだろうな、ザクワンの方にパイロットが比較的多く乗ってしまっているという状況なので、これ火力を出すっていう意味ではどうでしょうね。編成を見直してザク2を各部隊に入れて、それを前衛に置いてザク2が盾になってもらって、各ユニットの生存率を高めるという編成に変えておきましょう。続いてマクベの部隊も見ます。マクベの部隊も同じですね。ザク2の C 型 A 装備、マシンガン装備になってますね。パイロットが乗ってる場合には B、 つまりザクバズーカーに変えてもいいかもしれないかな。マシンガンに比べてバズーカーの方が攻撃力が高いので、パイロットが乗って命中率がある程度プラスの補正がかかるものについてはザクバズーカーに装備をね切り替えておきたいと思います。ではそのようにして突入戦開始していきます。我が軍はこれよりオデッサ攻略作戦を開始する。豊富な地下資源を産出するこの地域を制圧することができなければ、地球侵攻作戦を進めることはできない。この作戦は必ず成功させねばならないのだ。諸君らの一層の努力を期待する。はい、ではオデッサ攻略戦始めていきます。オデッサに部隊が到着しました。作戦の指示をお願いします。先ほどご紹介した通り、ここはユーリとマクベの部隊になりますね。策略の選択ですが、まあ、確かにモビルスーツを持つジオンと持たない連邦の間で、その兵の質という意味ではね、圧倒的にジオンの方が有利だと思うんですけども、集中攻撃を受けた場合はですね、やっぱりどうしてもモビルスーツ破壊されてしまうことがあるので、防御陣形を取って自分の回避率プラス12、これを取っておきます。で、命中率マイナス8に関してはモビルスーツの性能に頼ってなんとかね、攻撃を当てていきたいというふうに思っています。ではこれで進めていきましょう。攻略戦を開始します。で、降下作戦になるので、まあいわゆるジオン軍が補給できる拠点というものがない状態からスタートしますので、 HLV をうまく使ってですね、 HLV で補給をしながら進めていきたいと思います。まあ、HLV 補給できる拠点になっているっていうのもね、まあ、ちょっとクエスチョンではあると思うんですけども、ゲーム上ではとてもありがたい、そのね、HLV での補給という機能がついてますので、これをうまく活用していきます。ではまずマップ確認しておきます。こんな感じですね。マップの中心部に連邦軍が、まあ、61式の戦車と、あとは国戦力ですかね、それが配備されているという状況です。我々の方は HLV から今降下した状態になってますので、この HLV の近くで戦ってしっかり補給しながら回復しながら、モビルスーツ戦力を失わないように生存率を高めて戦っていきたいと思います。では早速始めていきましょう。ではモビルスーツ隊を展開しました。隊列に関してもですね、先ほどご紹介した通りザク2を前衛に、その後ろにザク1を立てるという形で、まあ、能力的にもね、そしてパイロットが乗っているという意味でもザク2の C 型、これを前衛で敵の盾になってもらって、モビルスーツの生存率絶対的に高めようという戦術になります。こちらに向かってきていた敵部隊を撃破したので、今度はこっちからね、少しずつ前進をしていきたいと思います。あまり突出しすぎるとね、集中攻撃を食らって撃破されてしまう可能性があるので、ここはですね、軍団長ではありますがマクベが一番耐久力高い165持っていますので、これを一番先頭に置いてですね、にじり寄っていきたいと思います。とにかくね、
この独立戦争機の中ではパイロットが撃破されないようにうまく進めていくっていうのが戦闘でむちゃくちゃ重要になるようなんで、パイロット乗りがね撃破されないように気をつけましょう。パイロット乗りが撃破されると士気にねすごく影響するようなんで、士気が下がると疲労度によるマイナスの影響、これをね大きく受けますので、軍団長はもちろんですが他のパイロットたちも撃破されないようにね最新の注意を払っていきます。基本的には敵は格好撃破していくというね、そういう流れを持って戦っていきましょう。でダメージを受けたユニットはもうすぐに下がらせて回復させて戻すっていうね、ちょっとそういう一連の操作をやっていきたいと思います。では敵部隊が前進を開始してきましたので、ここはですね敵の攻撃を受けたマクベを少し下がらせて回復した後再び前衛に出てきてもらいたいので、一旦マクベの部隊は下がらせましょう。一度戦略フェーズに戻ります。オデッサの攻略戦はパイロットなしのモビルスーツ1機失いましたが、パイロット乗りは健在なので順調と言えると思います。参謀本部からの偵察部隊の設立ですが、これはですね敵上偵察ができるようになったりしますので、部隊の設立は行っていきたいと思います。それと先ほど作ったドズルの部隊に配備するような HLV ですね、これをドズルの部隊に配備しておきたいと思います。では各内容行っていきましょう。まず諜報部への命令ですが、その前に部下提案見ておきましょうか。敵タンクの調査、爆撃機の調査、あとは大型爆撃機の調査、このあたりコスト1使うのか、ま、入れておきましょうか。1ずつ使っちゃいます。まあ、61式戦車とかね、正直、まあ、あんまり気にする必要がない部分も多いかなと思いますが、コスト1なので行っていきます。軍団については冒頭でお話した通り、ギレンをですドズルをですねまず配備として HLV を配備しておいて、その上で次のターンでこのドズルの部隊をね北米上陸に移動させていきたいと思います。開発系の方針ですけども、まずは基礎技術とモビルスーツの技術を優先的に開発を行って、モビルアーマーはね控えめにやっていきたいと思います。まずはグフ、これのね開発を急ぎたいので、そこまで突っ走りましょう。攻略戦が継続中です。ではオデッサの攻略戦戻ってきましたので、またやっていきましょう。同じく防御陣形をこれ使っていきます。で軍団についてはですね、特に地球上空の確保というのがすごく重要になってきますので、まあ、本国にいたりアーバオアクにいたりソロモンにいたりといった部隊はですね順次地球上空上に移動を開始しています。まあ、これでね地球上空上を確実に守って、かつですねソロモンやグラナダアーバーワクーといったところに近づけさせないというのを考えています。今のところ考えていた作戦がしっかりはまっていてですね、パイロット乗りの撃破は受けていない状態なので、このままねしっかりとこの状態をキープしていきたいと思います。まあ、残念なのが本当にHLV がね動かない動かせないっていうところですね。なので HLV のあるここまで戻ってこないといけないっていうのがね、その回復するときに難点になっているんですけども、まあ、それでもやっぱりねパイロットを失わないというのが一番重要になってくるんで、ちょっとそこはしっかり意識してですね進めていっているという状態です。ここはミデアだと思うんですけども、このミデアを撃破できるかというと、モビルスーツ3スタックのまあ、2部隊での攻撃ではちょっと撃破できなかったですね。なのでもっともっと集中攻撃かけていく必要がありそうですね。
これでミディア撃破ですね。ミディアの攻撃は3スタックかける3部隊の集中攻撃を浴びせれば撃破できるというのが分かりましたので、もう一機いるミディアに関しては今考えた作戦で撃破していきたいと思います。こここらえきれるかだな。ブーンが残ってくれたね。とにかく先ほども話した通りキャラクターがね撃破されないようにっていうのを一番考えてプレイしてますので、ま、間違って撃破されないような事故が起きないように気をつけていきたいと思います。もう本当にね今だと索敵もできなかったりするので事故で撃破されてしまうっていうのは一番怖いので、まあ、そういう事故が起きないようにね、気をつけていきましょう。ではオデッサの中心部ですね、ここに陣取っていた敵の戦車部隊を撃破して基地中心部を制圧していきましょう。基地中心部制圧すると補給が各拠点でできるようになったんじゃなかったかなと思いますので、この中心部制圧を皮切りに一気にね潮目を変えていきたいと思います。これがハザードさんですね。あんまり他のガンダムゲームでは出てこないキャラクターなので、ちょっとこの後キャラクターのセッティング見ておきたいと思います。この独立戦争機結構そういうマイナーなねガンダムキャラクター登場したりするんで、そういう楽しみ方もねあったりするのかなと思いますんで、見慣れないキャラクターがいたらちゃんとチェックしていきましょう。ではこちらがハザード少佐ですね。反応15は相当強いと思います。モビルスーツモビルアーマーの適性も A あるので、このハザード少佐は育てていって強くしたいですね。戦略フェーズに関しては引き続き各軍団をですね前線へと移動させていきます。諜報部からの報告書を確認していきましょう。これは連邦軍の核兵器に関しての調査ですが、全て失敗だな。確か確率 60% の確率だったと思うんですけど、どうだろう、 60% の確率で3個系か、あんまりいい嬉しい情報ではなかったですね。引き続き部下の提案確認しましょう。ブースター付きの調査、まあこれもコスト1なら 60% の確率ならそろそろうまくいってほしいかな。あとはシャア、地球連邦の調査。まあシャアはね、反乱を起こされても困りますので、採用しておきます。軍事に関しては、引き続き、先ほどお話した通り、各軍団前線へと移動させていきます。予算の配分ちょっと変えました。開発部門の予算を少し増やして、諜報部、作戦部、それぞれ少しだけ削ってます。まあこれが基地と出るか、京都出るかと。というのはあるんですけどね。まあどうしても地球上で有利に戦うためにザク2の J 型のね開発、これを一刻も早く急ぎたいので、開発部門に資源を集中したいと思います。各軍団は地球上空へ移動、オデッサの方はこのターンで決めていきたいですね。ではここに来て攻撃作戦に変更していきます。もう敵の部隊多くないので、ここからは攻撃に転じて一気にこのターンで決め切りましょう。残っている敵の部隊もうほとんどいないので、あとは砲台ですね、これを撃破してこのマップオデッサ攻略完了していきます。このオデッサの作戦順調に来ているんですが、実は赤鼻が乗ったザクワンが撃破されてしまったので、パイロット乗りという意味ではこれが初めての撃墜、非撃墜になります。大したことはなさそうだ。まあ、ただ、まあ、赤鼻だからというわけではないですけども、まだまだね悲観するような状況ではありませんので、このまま頑張っていきましょう。このね砲台も結構強いんですよね。まあ、なかなか侮れないところもあったりするんで、まあ、しっかり、撃破されないように気をつけながらね進んでいきましょう。防御にしておいた方が良かったのかなっていう、まあ、ちょっとそこだけ赤鼻に対しての後悔かな。これで
このオデッサの攻略完了です。被害はモビルスーツが2、うち赤鼻の乗った一つがパイロット乗りの撃破になります。まあ撃墜かな、されたものになります。敵基地の制圧に成功しました。我が軍の勝利です。閣下、降下部隊の第一陣がオデッサの制圧に成功しました。どうなんでしょうね、上手い人だとここは2ターンとかでクリアしちゃうのかな。全軍に戦闘中止命令を通達せよ。了解しました。地球降下部隊の第一陣がオデッサの制圧を完了した。引き続き第二次降下作戦を開始させろ。はい、予定通りに。北米の穀倉地帯が確保できれば、慣れぬ地上での戦いもいくらか楽になりましょう。うん、任せたぞ。ガルマ、聞いての通りだ。直ちに作戦を開始しろ。地球方面軍司令としての責務を果たせ。はい、お任せください、姉上。こう焦るな。作戦の遂行を第一に考えることだ。私とてザビ家の男、心配は無用です。朗報をお待ちください。はい、では第一次降下作戦オデッサの攻略完了しています。ガルマには荷が重すぎるのではないか。指令といっても名目に過ぎません。心配には及びませんよ、父上。続いて第二次降下作戦キャリフォルニア、アメリカの西海岸ですね。ここの攻略を行っていきたいと思いますが、まあいい時間になりましたので今回はここまでにさせていただいてですね、次回その様子を、お届けできればいいかなというふうに思います。